筋肉質でモリモリの前ももを痩せる方法をあの人に教わります。じゃあ今日も来ましたゲストは足痩せ専門トレーナーのミーさんです。お願いします。よろしくお願いします。前ももどれぐらいの期間でやっつけたんですか？1、2ヶ月ぐらいで、あ、結構変わってきてるって。私の生徒さんも本当に早い方は2週間とかで結構かなり前ももはすっきりされた方たくさんいらっしゃるので、もう横から見ての厚みが全然変わるから、ぜひ皆さんにもやってほしいです。早速やりましょう。それでは横向きになります。左側の方が天井方向向けるようにして、下の腕は枕にしておきましょうか。リラックスしてもらって、では足首を持ってもらって、さあさあさあ左側の手でね、でぐーっとお尻をかかとにつけて、ぐーっと膝をね後ろに引っ込めながら伸ばします。でこの時にブーブーなのが、こうやって腰が反れるのがブーブーなので、しっかりと腰を丸めるようにしながら、さあさあさあ丸めるように。で深い方もそうなんですけど、かかとが外側に、お尻の外側にずれないように、しっかりとお尻のトップ真ん中に来るようにしていきましょう。そう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 、全然違う。そうそうそう、で腰しっかりと丸めるようにして、そう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 、丸めて、もっともっと後ろに引っ込める。さあかかとがお尻のトップの方に来るようにします。そうそうそう、お尻のトップ、はい、オッケー。で反対側行きましょう。では枕にしてもらって、上の足を曲げたら、右側の手で足首を持って、腰を丸めた状態で、膝を後ろに引っ込めながらぐっと伸ばしていきます。で、かかとはこうやって外側にずれたりすると、足の歪みなどにつながっていくので、しっかりね、まっすぐに伸ばすようにしていきます。そう、もっともっと後ろに、もっと伸ばす、さあ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 。これでできてます？どうですか？うん、いい感じですね。いい感じで、さあさあ、いい感じです。もうちょっとかかと内側に来ようかな、さあ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 。で、膝をもっともっと後ろにして、こんなにきつくやるんですか？なあ、そうそうそう、そんな感じです。かかとがやっぱ外側にずれたりすると、まあ楽にはできるんですけど、足の歪みにつながってしまうので、できればまっすぐにね、スラッとした足にしたいですよね、皆さんね。はい、オッケーです。じゃあそのまま仰向けになりましょう。はい、はい、それでは足両足伸ばしてもらって、右側の足を曲げて、しっかりとつま先と膝が外側向けるようにして、ぐーっと膝を胸の方に近づけていきます。こんな感じ？うん、そう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 。で腰と床の間に手のひら1枚が入るぐらいのスペースを必ず作ってもらって、お腹にちょっとうんと力を入れてもらって、はい、じゃあここで手を離してキープしていきましょう。キープキープキープ今だった、キープ、膝ちゃんと外側に開いて、そう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 。でね、今足の付け根にあるインナーマッスルの腸腰筋っていうところに効いてれば大正解ですね。でここをなんで縮めないといけないかっていうと、前ももと一緒にね、運命共同体で働いてる筋肉なので、ここが弱ってしまうと、どうしても前ももが先に働いてしまうので、パンパンになってしまいますね。はい、 OK です。足を抱いて、OK、上手ですよ深井さん。では反対側の足をつま先外側にぐるりと回したら、膝を曲げて、しっかりと膝を外側に開いた状態で、そう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 。で膝をね、内側にぐーっと寄せてきます。胸に近づけます。そう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 、もっともっと近づけます。もっともっと、うん、で腰と床の隙間をしっかりと作っておいて、お腹の力、うん、隙間がなくならない方がいいですか？うん、なくならない方がいいです。潰れないようにして、で手離す、手離してキープ、手離してキープ、手を離す、さあ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 、お腹にしっかり力入れたまま、足の付け根にあるインナーマッスル腸腰筋が働いてれば大正解です。さあここがね、うまく働いてないと、あれ、うまく働いてないと前ももパンパンになってしまいますからね。はい、OK。 じゃあそのままハムストリングス伸ばしていきます。
本当はハムストリングスはそんなに伸ばさなくても大丈夫なんですけど、やっぱりでも前側も硬いと一緒に連動して全部固まってしまって、まあ、一緒にパンパンに前もももパンパンになってしまうので、一応もも裏もしっかりと可動域作っておきます。はい、では右側のもも裏を持ってもらって、背屈にしながらつま先内側、つま先自分の方に、そうかかとで天井方向を蹴るようなイメージでぐーっとかかとで天井を蹴る、こう、肩リラックス、顎を上げないように顎はしっかりと引いた状態で行いましょう。で一回緩めたりして大丈夫ですからね、あまりにもきつい方は。でまた伸ばす、つま先は手前に引く、引く、腰と板の間の隙間をしっかりと作っておいてください。はい、OK、 足ほどいてもらって、反対側の足いきましょう。ではもも裏持ってもらって、かかとで天井を蹴るようにしていくんですけど、腰と床の間に隙間、手のひら1枚分作っておいてくださいね。じゃあいきますよ、せーの、かかとで天井を蹴る、さあつま先内側にグッと寄せてもらって、前ももをお腹の方に近づけていきます。肩リラックス、そう、肩リラックス、一回は緩めたりしても大丈夫ですからね。でかかとで天井を蹴るようにしながらぐーっと内側に寄せていきます。そう、とっても上手ですよ。必ず柔らかくなります。大丈夫です。そう裏ももを伸びればいいですね。そうですね、もも裏を今伸ばしてますね。あと少しだ。はい、OK、 それでは四つん這いになりますね。じゃあ肩の真下に手首が来るようにしてもらって、もしもしとこうやって笑って、じゃあ左側の足を手と手の間にドーンって乗ってドーンと置いて、後ろの足を遠くに伸ばす、もっと遠くに伸ばしたら、では重心を前にかけながら後ろの足曲げる。じゃあ反対側の手で足首を持ったら、左手で右足首を、そうですね、いやきつい、これきつい、もうちょっとずるす、そうで重心を前にかけていきます。重心前で、なんか手首が痛くなるような方はこうやってグーにしてもらってもいいですね。膝が痛い、膝が痛くなる理由はやっぱそうですね、前ももが硬いっていう証拠なので、ちょっと緩めたり伸ばしたりっていう繰り返しでお願いします。はい、 OK、 そのまま、続けていきます。すねをね、パタリとこういう感じで倒してもらって、すねを倒して後ろの足を遠いところに伸ばす、で胸を前に張る、胸を前に張って骨盤を左右にゆら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 、胸をしっかりと前に張る。お尻伸びますか？伸びます。できるだけすねが直角に倒れるとベストなんですけど、まあ人の可動域は人それぞれなので、大丈夫ですよ。必ず柔らかくなります。やれば続けると、僕みたいにね、撮影の時に週1回ぐらいしかやらないと柔らかなんだけど、もうちょっとね、週2、3ぐらいでいいですか？そうですね、週に2、3ぐらいでも全然違いますよ。はい、OK、じゃあ四つん這いにもう一度戻ってもらって、はい、じゃあ反対側の足を手と手の間にドンとして、右側の足ですね、右足前に出す、はい、後ろの足を遠いところに伸ばす、もっと長く伸ばす、はい、そう、では重心を前にかけながら反対側の手、右手で足首を持ちます。さあで、なんかあまりにも手が届かないなっていう方は、こうタオルを足首に引っ掛けてあげるといいですね。なるほど、それ伸びますか？大丈夫ですか？伸びた、じゃあ大丈夫ですね
で、腰がこうやって反らないようにだけお願いします。しっかりと腰丸めるような感じですね。で、膝が痛くなるなっていう方は一回緩めたりまた伸ばしたり緩めたり伸ばしたりっていう感じで、緩い伸びから始めてみてください。前ももが本当に相当硬いっていう証拠なので、しっかり続けてあげないといけないですね。なので緩い伸びからでお願いします。 OK、 じゃあそのまますねをパタリと倒し、左足出してすねを倒す、うん、こう、あ、そう、右側の足、あ、どうですか、ね、あ、右か右かさあさあさあ、できるだけ直角に倒れるようにしてもらって、うん、骨盤をゆらゆらと揺らします。しっかりと胸が真正面向けるようにするような感覚ですね、うん、猫背になってはいけないので、しっかり胸を前に張って背筋をピンと伸ばします。顎は張らない、しっかり顎は引くようにお願いします。こうやって顎を張ってしまうと、ほら、ストレートネックの原因になってしまうので、せっかくストレッチするのに変なね、首が前に出るって良くないでしょ。そうですね、その通り。でも深井さんすごく自分のペースで上手に伸ばしてます。きつい、もっと猫背、猫背、なさあさあさあ、はい、四つん這いに戻ったら、ではお尻をかかとにつけて脇伸ばして、でゆっくりと背骨丸めながら起き上がって、これで終わりたいと思います。もしもし、ありがとうございました。こんな感じで、兄さんのチャンネルでね、こう厳しい足痩せやってるので厳しい足痩せマジで結果出ますので、もう説得力ありまくるので。そうですね、私も頑張りました。ありがとうございます、うん、ちなみにこのビフォーアフターの写真なんですけど、はい、ビフォーの方が 2,3 キロ少ないんですよ、2,3 キロ少ない、そう、え、2,3 キロ重い、うん、少ない、少ない、ビフォーの方が、そう、少ないのに足だけ太かった、はぁ、なんか有酸素運動とかランニングとかしまくったらすごい太いやつ、なるほど、で最初わかんないじゃないですか、ストレッチもわかんないし硬いからしたくないから、はい、もうとりあえず筋トレと有酸素運動ばっかりしたらもうほんとムキムキになっちゃった、はぁ、だそうですなんで皆さんしっかり伸ばすこと、ストレッチは痩せにつながりますよね、もう間違いないです、ね、間違いないです、はい、ぜひ皆さん続けてみてください。みーさんのチャンネルにも僕出演してますので、ぜひ概要欄から見に行っていただいて、もしよければチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。一緒に頑張りましょう。